本多忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、五軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と呉の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならぬ。董卓様の命令だ。食料を根こそぎ奪ってやれ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。董卓、史書に書かれた通りの暴君のようだ。一緒にな。はい。敵将討ち取った。民を虐げ父肉林にふける、悪逆非道な男だ。ありがとう、助かったね。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。なんとお礼を言えばいいか。まあすごいのね。素敵だわ。しかし先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。ありがとうございます。他人ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるわ。董卓の本体が民を。ここからでは間に合わん。金継ぐ殿、民が襲われているぞ。お前でなんという暴挙。ああ馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。意図愛の将たる我らが救わねば。さあ隠蔽殿も。はい、力いっぱい頑張ります。ついお二人ですね。度が過ぎる気もしますが。ああ
力で世に正しきをなせよ。信長と聞こえたが、なぜ董卓がその名を。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもういないわ。また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつけるよ。この手だ。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に悔いの輩を打ち払おう。董卓殿、どこに行ったの。まさか、蹴鞠かの。残っているのは配下の兵だけね。ほんと、自分本位な男。おお、いい戦ぶりだ。に部位を示しましょう。彼らの戦意をくじき、門を開けさせるのです。調子で奮戦せよ。残党だな。民の安寧のため、ここから出て行ってもらう。もう
しかして盗賊殿はもういないのかの。そのようなら、あの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。負けてしまったの。うつけ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。トータク、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの義心を一つにしたことで麦の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。トータクもその名を口にしていたな。わかった、すまぬが案内を頼みたい。この馬儲け。何、軍神の娘韓銀兵。義天下に示さん。よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください、あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える。それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく盟を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況。正直なところもっと戦力が必要だ。よければ我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは
手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。な、信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえ、それだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。いざ劉家覇者検証。王公直、すべてに報いよう。ん、気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器をしつらえればさらに戦果を上げられるだろう。あら、直政殿、少しいいかしら。あなたは蓮氏殿でしたね。一体何でしょうか。頬のあたりに小さいけれどかすり傷があるわ。化膿するといけないから、よかったらこの塗り薬を使って。ありがとうございます。こんな小さな傷、よく気がつきましたね。姫様や孫賢様、無茶する人をそばで見てきたから、つい無事か確かめる癖がついてしまったの。でも出会ったばかりの人にいきなりごめんなさい。謝るようなことではありません。お気遣いありがたくいただきます。よかった、これからよろしくね、直政殿。何者かによって作り上げられた異世界、この地において徳川、後、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため、反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村がなんとか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。援軍とはありがたいね。早速で悪いけど、別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち、気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば、ここで雪村を失うわけにはいかない。強残ね。信長は強い力を持ち、忠実な部下もいるが、あの調子じゃ信奉者以外はついていけない。対抗勢力が現れた以上、ここにいるのは危険だ。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。引くしかないか。しかし核の目論み通りよ。見事なご活躍です。
やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。お前らあんたたちに恨みはないけど、こっちも引くわけにはいかないのよ。その首もらい行け。いざ。おいで、まだ遊んでやる。承知で飛び込んできたが、なかなか思い切った行動をする。反乱軍とやらの才と結束は侮りがち。これは将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけたはず。いや、総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角殿、これはどういうことです？悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなど持ってのほか。角殿、蘇我君。あっぱれなものの不要の。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だが、そのやり方は苛烈すぎた。たとえ異界であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいのだ。それは、皆さんに大変のようです。別の世界にも、家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。家具の野郎、裏切りやがったな。こりゃ織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかして蹴鞠かの。マロも行くの。俺はカブンか。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。信長様、申し訳ございません。この裏切り、神君劉備殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。神の殿、心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど。この世界でもあんたは相変わらずだ。異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長。一体どこに行ったんだろうね。どきなさい。急ぎ雪村を救わねば。雪村、感服いたします。立派立派。なお虎殿、そちならマロと蹴鞠ってくれるかの。吉本様、すみません、蹴鞠はできません。ごめんなさい。
ご活躍です。手出してくんなら獅子が牙むぜ。様のためここは通せません。手話と歌詞止めてみせます。皆を守るために。はい、これまで聞かせていただきます。いや立派立派。渡せ。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。あなたは。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。信長、お前はなぜ戦っている？理由なき力に従えるはずもない。よいぞ、劉備。この信長にその怒り、力をぶつけよ。あの者、世の事情を知るといつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていた者、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるが、話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。乱世は打算で渡る。姉上より報あり。織田軍の急襲を受けたらしい。急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんと
そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。仲間が増え、ここも随分にぎわってきた。もっといろいろ整備して皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。